お疲れちゃんです。ラットです。今日ですね、こちらにて3個活やっていきたいと思います。さあ、というわけで、バランス調整でね、吹き矢が強化されて、まあ吹き矢がね、今使用率結構高くなりましたね。まあペックに入ったりとか、あとバルーンのね、吹き矢入りとかも出たりとか、まあとりあえずいろんなところで吹き矢が使われてますよと。で、まあ吹き矢といえばね、枯渇だと思うんですよ。なので今日はね、超高回転のね、こちら2、3枯渇でやっていきたいと思います。さあ、まあ、というわけで、やっていくんですけども、多分前にね、なんか似たような枯渇をやったことがあって、まあ、それが、多分テスラがなかったんですよ。テスラの枠が、LSP とかだったのかな？で、バカ高回転で、みたいなのを前にやったんですけど、さすがにエレジャイに日和りましたね。エレジャイ来たら、積むやんっていうので、テスラあればエレジャイに神相性になれるんで、これガチです。はい。テスラあれば、エレジャイ、ジャイ、ロイジャイ、なんでもね、神相性っていうのを覚えておいてください。よいしょ。さあ、まあ、というわけでね、テスラ入れて、まあ、防衛楽したいよねっていう思いもね、ありながらの。さあ、もうなんか来ます。檻でした。いやー、檻だったら、あんま意味なかったけど、まあ、いや、さあ、これ、ジェイスキラです。ジャイスキラですね。はい。わかりにくくて申し訳ない。なんか、ウッド打つか？ウッド打ちながらの、で、これ、相手が矢の雨だったので、まあ、多分、ファイボのやつだと思うんですよ。スケキンのスケラね。なんか、一瞬流行ったやつですね。まあ、吹き矢いるんで、もう、スケラは神相性です。で、まあ、矢の雨ともう一個の、タクが、ファイボの時と、極まれですよ。極まれに、俺みたいなやつは、たまにフリーズ使ってるんですよ。そうなんで、ちょっとそこだけね、怖いなって思いながら、まあ、なんか、耐えれますね。吹き矢が結構強いな。これ、ウッドする必要があるのかなとか思いながら、節約します。はい、節約大事ですからね。で、ここでバルー飛ばして矢の雨を使うんですけども、吹き矢をどう守んの、あなたさんコストがないですよ。グッドゲームでアイスピンもね、それこれウッドでね、殴る順番が違うね。今ウッドがね、早めに当たってると、おっちゃんがシュレック、名前がマジで出てこないんだよな。リベンジゴブリンですね。はい、リベンジゴブリンが後ろにノックバックして、ナイトから殴ってね、吹き矢が多分もう2、3発ぐらいね、入ってたと思うんですけど、まあこれスケルトン部隊もあるよね、とか思いながら。まあテスラと、で、ウッドで剥がすか。いや、一回剥がしたらでもめっちゃ来んな。どうしようあれ。剥がさないにしようかな。さあ、まあまあテスラ延命してあげれば結局、マジ全てテスラでね、ことは済むんですよ。で、あなた矢の雨使ったっけ？覚えてないんですけど。バイブ使ってますね。いやー、もう回転早すぎて、矢の雨ファイボーとか、まあ普通の枯渇デッキからしたらね、まあちょっと嫌かもしんないとかあるかもしんないんですけど、もうこのデッキからしたらもう余裕ですね。イージー。うん、足りない。矢の雨使ったじゃんあなたってなるんでね。で、ファイボー使うか。さあ、使わない。この吹き矢はイカれます。イカれちゃうんですけど、まあ超高めテスラぐらい置いて、で、これ、スケラーの竹取られるのが、まあ、負け筋なんで、端前これ止めてもいい気がすんな。そう。さあ、ソウルゴールを使ってく。無駄です。ウッドで縛いて、ファイブ打たれるが、まあ、これの繰り返しですね、結局は。まあ、なんか、吹き矢、ダメージ上がって、何が変わったってなると、結構むずいんですけど、昨日の動画のコメント欄でもあったんですけど、吹き矢やる。プリンセスを2発で処理できるようになりましたね。多分前まで3発だったんですけど、そこがね、大きいかなっていう。それぐらいしかでも思いつかないですね。まあ、とりあえず、高回転チンパンってことで、まあ、ゴリゴリね、はい、攻めていきましょう。ちょっと近畿道嫌なんでね、この位置に出します。まあ、他に対して何に強くなったってわかんないですけどね。まあ、とりあえずタワーの削りとか、まあ、ユニット対面とかちょっとマシにはなったんじゃないかなって。今まで無視できた、余裕で無視できたんですけど、ちょっとだけね、端前吹き矢とかも無視しにくくなったよねっていうので。さあ、アーチャークイーン。アーチャークイエルスピってことは、まあ、ロイか、ロイかな。あなたロイジャイです。わかんないですね。ゴースト出てきたんでね。さあ、まあ、ここはね、適当に1コース勢を、生贄にね。はい。これ、緊急としたいんで。よいしょ。金庫起動したいんでね、しっかり来てもらって、こんにちは。はい、もうアドです。えぐくない？メガナイトさ、
強いんだけどね、強いんだけど、あれなんだよ、あべー、いて、強いんだけど弱点がこれなんですよね。もう1コスト2枚でキングギドって2コストで守られるってやばくないですか。もうね、7コストなのに2コスト5ワード取られちゃいますからね。しかもキングギドっていう結構絶望的なね。あー、これメガラムか、メガラムだな。なんかシーズン変わったじゃないですか、バランス調整で変わったんですけど、吹き矢もすごい増えてるんですよ。でなんかいろいろマズレコもちょっと減ってるんですよ。変わってるんですけど変わってないんですよね。変わってるんですけどね、変わってるんだけどなんかあんま変わってないっていう。なんか結局前シーズン強かったペッカラムとかエレジャイとか、なんかその辺がねやっぱまだまだ使われてるよねっていう印象ありますよね。よいしょ。さあこれ回ってないんじゃない、あなた様。とりあえず適当にウッドします。適当にウッドしとくとね、ええ感じのことが起きるんですよね。そう、圧着やれるみたいなね。で、こう一旦端前吹き矢でね、ちょっとエリアドがあったんでね、いじめます。これ無視で500です。まあ無視のつもりはないんだろうけど、これ横にずらします。タルババのターンなんでね。はい。そうすると、タルウがね、メガナイトのターンだけど、ええ感じになった。で、これ相手ライトニングなんで、まあテスラ、ナイト吹き矢全部2周回す覚悟しなきゃやばいですね。はい。さあ、で、ここ、ラムを止めたいですね。で、ウッドで弾きながらの、これ多分守れそうだね。OK。で、相手タルババ使ったんでね、秒で投げてあげての、バレルに対応するとコストなくなるんで、メガナイト絶対踏まれないんでね、端前の吹き矢の辺にね、うろちょろ出してあげて、さあ、まあ、1400はまあ大丈夫だ。あ、これテスラですね。圧着衣のね、あー、それマジで、え？天才か？まあまあ、鬼の許容したんですけど、絶対しない方がよかった。これ踏まれます。やばいです。一旦落ち着いて、俺。さあ、ちょっとだけね、ちょっとだけ怖くなってきたよねっていう。よいしょ。しっかりね、延命してあげてね。いや、マジ、テスラの延命があっちいいな。おい怖い、今怖すぎた。ちょっとだけね、間に合わねえよなとか思いながらも、なんとかね、はい。自陣受けバレル。天才のね、バレルです。まあ、ナイトで受けるか、許容してもよかったけどね。さあ、テスラ置いて、これナイトちょっと飛んでほしくないね。さあ、言うのね、いるよね、とか思いながら。いや、結局はテスラを延命できれば、もうそれだけで戦えるんですよ。テスラゲーです、クラロワは。テスラロワイヤルだよ。で、これもうウッドすればね、残りテスラで。あー待って、テスラ、いやーもったいないな、これ。さあ、これもったいないんでね、端前ファイアスプぐらいやってね、ちょっかいかけます。これやばいっすね。マジでフルで来ますよ。フルで来るんですけど、フルで来るなら、立ち向かおう。やばいよね。やばいよねっていう。さあ、しっかりね、延命します。延命できそうならします。で、ウッドとかしてあげるとね、意外と守れちゃうもんなんですよね、これがまた。さあ、待って、うちの吹き矢どっか行っちゃったんですけど、まあ、さすがに大丈夫でしょっていう話だよね。やべえ、怖すぎる。ちょ、待って、ユーノの爆で滝が変わってる。危ない。さあ、怖いです。はい、怖かったですが、俺の勝ちです。あなたの負けです。なんかこのね、結局、アイスピとか、スケとかもね、そこそこにユーノゴーストの受けにもなりますし、あと、序盤で金起動できたらマジでかいですね。金起動できてなかったらちょっと怖かったから。はい。金起動も序盤できそうならね、しっかり狙っていってやってみてください。まあ、正直、今のメガラムに勝てたのバカでけえですね。多分、普通の枯渇だと、なんなら負けてました。俺のこのね、超高回転爆速枯渇だったからこそ、勝てたはね、結構ありますね。プリンセスとかだとマジ。プリンセスね、範囲広くて、まあ、ある程度の火力あるんですけど、メガナイトとかにはね、やっぱ無能になっちゃうんでね、姫さん。まあ、この枯渇だからこそ勝てたっていう。さあ、アーチャクイはもう高めテスラですね、弱点が。クローク使ったらテスラと一緒に潜るんでね、この子。あ、でもこれちょっとテスラ使ったら怖いな。圧着になんだろうな。アイスピロイか。
いや、待って、ロイホグ、いや、ホグいたわ。ごめんなさい。マジ、余裕で忘れてた。これちょっと一発無理たくないんでね。本気で守ります。はい。ホグアチャクイか。ちょっと新しいですね。さあ、来た！ただただ人気がないカード、ファルチェ。ファルチェ強化されましたから、一応強化されました。知ってる人少ないかもですけど、強化されてます、このカード。HP が増えましたね。いや、だからファルチェ使いいいね。得してる。なんか、あんま人気ないカードって、運営の気分でね、ちょっと強化してもらえるじゃないですか。それちょっといいっすよね。俺も強化してほしいもん。これさ、相手、トルネないのかな？トルネなさそうですね。まあ、ホグクエイクで、まあ、ロケットの枠かなんかは着衣にしたのかな？わかんない。ロケットかトルネはどっちか着衣になってます。他は全部テンプレのホグファルチェのデッキなので、まあ、ロケか、どっちかみたいな。あ、じゃあロケじゃねえ。テスラだったから、あれだな。トルネが着衣になってます。はい。トルネが着衣ですね。これ吹き矢刺さないと勝てないので、まあ、バレル飛ばしながら吹き矢で、ウッド持っててもね。おナイス。相手ももう、おこ。いやー待って、これ。いや、いいよ。悩む、ファイスピ。天才だね。さあ。で、これはしっかりね、守ってあげたい。いや、いいよ。しかも、このテスラ潜ってるんでね。圧着入れてきたら殴るよねっていう。やべえ、これ。圧着入につけ出してあげればよかったね。これ2発結構痛いからね。俺、普通に今タイブレイクで負けそうじゃんだって。で、ここね、回んないです。はい、回んないので、このバレルあなたは何で守るっていう話なんだよね。さあ、でも相手もちょっと回転早いね。俺、テスラあればもう守れるんで、一生、攻めでいいですね、吹き矢。で、他のこのちっこいのも攻めで使ってあげて、まあ、スケぐらいちょっと、まあ、これでも無視でいいんだよね。おい、相手はね、やっぱ左サイドも削りたいらしいんだね。あるんかい、取るね。今更？マジ？めっちゃ今更じゃない？ごめん。本当に？すごい今びっくりしたんだけど。今更それいる？さあ、吹き矢がね、入れて、吹き矢にウッド使うと、ゴブリンバレル入っちゃうっていう、もう地獄です。で、もう一生攻めるとね、相手は悲しいです。このファイスピだけでもね、相手は共有できないんでね。さあ、ちょっと相手の違うところに出します。遅れたんでね。いやー、でもこれもね、避けれてます。オッケー。さあ、ウッド使う。俺のウッドあと3シュートね。君のホグの刺し方。どっちが強いかって話っすよ。アイスピいきます。来なかったです。いや、でも、圧着い出すと回転遅くなるんですよ。だから出したら負けです。はい。さあ、というわけでね、ホグファルチェの結局何が圧着位だったのか分かんないんですね。バルキリーかなんかが圧着位になってましたね。ラッキー。さあ結構ね、狂いそうなのにも帰っていけてます。今んとこ。さあ、ブラッククローバー。俺見てたな。漫画のやつだ。お城に住んでる人大好きでしたね。ゴーストまあ見たことない方はね。だ漫画のやつですよね。漫画だったと思います。ぜひちょっとね、見てみてください。ペッカー。いや、マジ、ペッカー、俺、カホーキティーと思ってます。じゃないと、最近ちょっとペッカね、マルチもですし、大会とか、まあ、いろんなところで、ちょっと使われすぎてんすよね。まあ、わかるよ。ペッカー。最強ではないかもしれないけど、ちょっと強いよねっていうのを、私は思ってるんですよ。さあ、あぶねー。マザネクね。マザネクはでも下方されたんで、まあ、俺大好きだったんだけどね。強化される前から俺マザネク信者だったからね。で、強化されてから全然使わなかったけどね。いや、使ってたか。さあ、さすがに誰か。これ横にずらせばよかったな。タルババマジ横にずらすと、タルババじゃない。タルババ相手にゴブリンバレルを横にずらすとめっちゃずれます。ウッドだと前と後ろにずらします。これね、覚えておいた方がいいですよ。マジで皆さん。ここが使ってて、相手がウッドを持ってるなら、ゴブリンバレルは前か後ろですね。一マス前か一マス後ろとかにやると、刺さりやすくなって、相手がタルババだったら、一マス横にね、やるとね、刺さりやすくなるんでね。さあ、ゴルナイが走ってくると。走んないでほしいけど、まあ、走ってくるのはしょうがないよね、と。
で、これはマザネクが来るんですけど、まあタルがないサイクルなんでダメージ稼ぎってことでね。うん、あー回したかエレキ。さあ、まあダメージリードは取っていると。いやでも1000だったら怖えな、マザネクが。これちょっとダメージ稼ぎたいですね、吹き矢で。うん、まあそこでペッカ使ったら、はい、ごちそうさまでね。もうテスラゲーです。で低めですね。はい、マスネ来るんでね、ドンマイよいしょ。でまあこれは鬼許容でいけますね。でタルババカ一旦タルなんで横にずらせばよかったね、さっき言ったんですけど。あれ回ってねえわ。はい、ナイス。さあというわけで高回転で回しながらね、まあどこに置いても多分いいんだけど、さあこれ多分走っちゃうですね。まあ走られたら走られたでもうしょうがないんですよ。その突進ダメを覚悟して受けて、その後しっかりね抑えるの大事ですね。さあゴーストだと吹き矢が間に合わない。これ横です。横だったら多分ねこの人ね当たんないっすよ。はい、保冷スタンプ来るぞ。さあテスラこれ2周回すか、ウッド2周でマザネカの散ります。ちなみに、うん、よいしょ。さあまあ吹き矢行かせながらのダッシュしてもらい、でさここでスケですね、ゴールラインのタゲを取りながらのしっかり吹き矢でカバーして横にずらしてるんでね、はあ、当たってますね。さあテスラでしばきながらのアイスピで止めながら、さあタルババ回ってないから定位置でよかったよなと思いながら、まあぶっ刺さって GG ですね。強くねめっちゃ強くね、なんかなんでだろうね、なんかめっちゃ全部がいい働きしてんだよね、スケもアイスピもハイスピもね。さあダニエル、お久しぶり。さあハイスピで削っていきます。ハイスピもね下方されたね、そういえば。なんかあんま違和感なくてさ、余裕で今普通にやってたわ。あれハイスピもね飛ぶまでの距離が短くなったね。なんで前までねこの辺からこうタワーにピョーンって飛んでたのが結構近く行かないと飛ばなくなったので、今まで何に飛んでたんだろう。ファルチとかにも飛んでたのかな。ファルチとかは多分マスキは飛ばんな多分。まあそういうユニットにね遠距離系にも飛んでたのが飛ばなくなったよねっていうので、まあ下方ですね。よいしょ。さあとりあえずなんとなく位置ずらしました。いやー痛ぇって、ちょっと待って、君のデッキ何これ。エレキとおーやめてほしいな、これタワー行ってほしくねえからな。ういえぐ、マジでさゴルナイマジで怖いんだよな、もうなんかわかんねえもんこいつのしたいこと。やらん使ったね君、それはもうグッドゲームってことでいいのかい。さあぶっ刺さる、いやめっちゃ刺さる。さあ今回はバルキリーエレキゴルナイのコウモリなのでわかりません。はい、バルーンやなめっていうのがね、バルーンなのか、これ血縁ってきたら橋巻き行きたいな、来なかったらウッドでいいや。なんだろうな、これゴブリンバレルさ、そういえば飛んできてたな。ゴブリンバレル枯渇です。でも枯渇でこれ穴埋めだけだとちょっと怪しいので、なんかいます、隠し持ってます彼、ホグとか、なんかいそうだけどね、いないのかな。これだけだったらさ負けんくねっていう。まあゴルナイなのか、ゴルナイとバレルで逃走っていう。そんな中ね、ゆっくりな枯渇で、俺の高回転枯渇に、勝てるわけないでしょうがーっていうので、さあ行ってこい。で、これバレル飛ばしてもスキル使われてね。ああ、やっぱメガネなんかいますよね。はい。そりゃそうです。さあ。まあ、ここはね、ちょっと適当に耐えます。で、ウッドで削ります。で、ダメージちょっとずつ追いつかれてきたというか、俺が攻めウッドしすぎなのか。相手のデッキはマジで枯渇なんですけど、枯渇に思えなさすぎて攻めウッドしすぎてるんでね。ああ、ちょっと気ぃつけてね。いやー、そのなんかいいな。暇なんで、ああ、だから、俺バカじゃん、俺。ちょっと待って。対戦相手のデッキ枯渇です、皆さん。覚えてください。うん。対戦相手のデッキ枯渇なんですよ。これ回るな、でも。危ねえ。
おいおいおい、やばい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 、テスラがね、溶けるとね、さすがに俺も怖くなってくるんだよね。このゲームテスラゲーなんでね。おい、さあダッシュ、ヤナメ使ったね、ヤナメ使ったね。で、高めにメガナイト来たらダメージ刺さって終わるんで、ファイスピぐらい添えて何かが入るように。あー、すべて入ってる。オッケー、バレルのね、後ろのバレルがね、ええ感じに刺さって吹き矢も刺さるっていう、グッドゲーミング。はい、というわけで今日ね、この超高回転な吹き矢枯渇もやったんですけど、とりあえず吹き矢がまあ強いね。だから今までも別に強かったんですよね。そう、強かったんですけど、謎の強化受けたので、まあ当たり前に強いなということでね、皆さんもぜひね、この超高回転の吹き矢枯渇やってみてください。よければチャンネル高評価もよろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。